さて、4月5日に Netflix で配信された実写ドラマ「寄生獣ザ・グレイ」、原作は全世界累計発行部数2500万部超えの岩城仁先生の寄生獣。日本では2014年と2015年に2部作構成で実写映画が作られ、僕自身もこの映画をきっかけに寄生獣を知りました。今作の監督、脚本を務めたのは原作の大ファンとされるヨン・サンホ。彼はゾンビ映画新幹線シリーズの監督も務めていたこともあり、新幹線ファイナルステージのク・ギョンファン、イ・ジョンヒョン、クォン・ヘヒョがメインキャストとして今作にも出演。今作の主人公スインは幼少期に母親が家を出て行き、日頃から父親の暴行を受けてきて、幼いながらも父親を通報した孤独な女性。ある時、スーパーのバイト帰りに理不尽な客に包丁でめった刺しにされ、死にかけるも謎の寄生生物に寄生され一命を取り留めます。しかし、寄生生物に寄生された人間はスインだけではなく、各地で行方不明者や凄惨な殺人事件が発生していたというあらすじ。まずは全体感想。僕自身原作は未読なため、あくまで日本での実写映画との比較を交えて述べていきます。全体的に韓国らしいダークな雰囲気で、グロ描写やアクションなどはさすがの出来でした。またエピソードは全部で6話と短いですが、各キャラの背景の描き方なども丁寧で、一人一人に感情移入が容易にできます。しかし日本版とは異なり、主人公が学校に通っていないため、能力覚醒漫画に欠かせない学園生活が今作にはないということで、物足りないと感じた人は少なからずいるのではないでしょうか。また日本版では新一とミギーの友情がコミカルかつかっこよく描かれていましたが、今作のスインは右手ではなく脳の半分に寄生されたため、二重人格のようになりました。そのためスインと寄生生物ハイジの対話が意識下だけで行われ、人前では人格が入れ替わるスタイルだったので、個人的にはスインとハイジの衝突や共闘を表で見たかったというのが正直な感想です。全体的には日本版がマーベルなら韓国版は DC のようなテイストでした。また個人的に残念だったのは、寄生生物の殲滅を目的とする特殊部隊のチーム長チェ・ジュンギョン。エピソード全体を通して非常に魅力的なキャラでしたが、1話と2話以降のキャラ編が個人的には気になりました。1話では頭のネジが多少吹っ飛んでいるかのような喋り方と立ち振る舞いでキャラが際立っていましたが、2話以降は普通の所作になっていたので、普通とは違うキャラを貫いてほしかったです。また疑問点は X 線検査に関して、1話ではグレイチームが発足した際にチームのメンバーを X 線検査し、規制されていないことを確認していました。エピソード後半ではスインと親しくしていたキム刑事が規制されてしまいましたが、彼が検査をどうくぐり抜けたのか説明がなかった点、チーム発足時のみ検査をしていたなら警察がお粗末なだけですが、随時検査をしていたのならどうくぐり抜けたのか説明が欲しかったです。そしてラストには衝撃的な人物が登場。今作を見進めていくうちに、泉真一とスインが出会ったらどういう掛け合いがされるのだろうかといろいろと想像していましたが、まさか本当に泉真一が登場するとは思いませんでした。ただ欲を言えば、真一役が菅田将暉ではなく日本版の実写主人公の染谷翔太であれば、さらにテンションが上がったと思います。シーズン1が好評であれば、シーズン2は真一を絡めてさらに壮大なスケールで物語を展開すると思うので期待です。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの感想もコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。